はいと、2021年8月27日ドラクエウォークなんか前夜祭お金はめっちゃ貯まるけどやることねえんじゃねえのみたいな感じで思ってたんです。いやいやそんなことないよ。急に来ましたこのコンテンツ、キラーマシン編ということで、覚醒戦利業で言えないですよ。なんでか、なんか声小さくなるの、いや漢字読み方わかんないですもん。まあそんな感じということで、これ実際やってみたんですけど、めちゃくちゃ強いよマジで。これあかんやつだよ。金曜日から48時間限定だから3時、本日27日3時スタートとかで、日曜日の3時で終わりと一応と私は解釈したんですけど、毎週だから別に今週焦ってやるってことないですよね。ただ、焦ってやりたいよね。で、クエストを受注しまして、で、なんだこれ、宝珠のかけらっていうんですかね、キラマの。これを集めていくと、で、これが5ついるんだ。クエストクリアすると1個もらえたんですかね。で、あと4つ作りましょうということで、それでまずはちょっと待ってくださいね。このクエストをまず今受注しとるんですけど、これをやりますと、ちょっと待ってくださいよ。これこれこれ。これをやりますと、こいつでございます。こいつをやると、1個もらえたんですよ。で、今もうクリアした状態でクリア報酬ないんですよ。で、クリアした後になると、なんかこのクエストか弾かれとるんかな。で、もう一回入り直さんと、ここで、要は何？キラマのその報酬の権利をもらえるの、数を集めれるやつの敵が出てくるっていうのが適用されんから、もう一回ここのクエスト受けなあかんですね。で今一応受け取る状態で、まあちょっと後でやっていきましょうということなんですけど、ちょっと待ってね。でこれ今一応受注してる状態なんですけど、これ要は来週のさ、スーパーノヴァと演じしありますが、あれを引けってことで、なんで音がなんか止まった、この野郎。最近なんか他のゲームでも多いんですけど、これ見とるとさ、いや一通り自分の持っとる武器で全体攻撃強いのとか単体とかいろいろやってみたんですよ。完全見とると全メラ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 だもんね。イオナズンの固めたのとかでやったんですよ。それでも通る相手と通らん相手として、それより素早さがきつい、早いもんみんな。だから魔法で攻めるより物理でやった方が素早さ漏れるからいいんじゃないかな。でさらにこれドラゴンメタルおるもんで、なんか会心一発入れとかなあかんすよ。そうするとデインかイオだよね。私はだからあれはぐれメタル入れたんですよ。イオのあれはないんで、世界中かあれは持ってないんで、で、デインの方一応一個入れといたんですよ。物理だろうね。で、スケットさんとかで数字見とったんですけど、明らかにあれだろうね。スーパードバのレンジャー最強だろうね、これ、本当に。4卒3人とかそんな人おるのか。あ、でもおるだろうね。おるだろうね。そういうので行った方がいいでしょうね。ということで、まあ適当にやっていきましょうということで。で、地味に思ったんですけど、今変えちゃったんですけど、一応現時点こんな構成を作ってみました。3番目のバトマスを、賢者にしとって、で、ベタンも出しとったんですよ。ベタンならあれ無属性だから全体に効きますが、まんべんなく。1300前後ぐらいだったかな。あ、まあ、ダメージいいよなと思って、ただ無凸で突出したダメージ出てくわけじゃないし、スーパーノヴァとか見とると1500とか1700とかぐらい出てとったかな。あ、スーパーノヴァで行った方が一番いいでしょうね、見とると。エンジシはどうなんだろう。エンジシはちょっと巡り合えんかったけど、スーパーノヴァいいダメージ出しとったなと思いましたね、素直にね。ベザンが4凸持っとる人がめっちゃいいんじゃないですか、これ。無属性だから全部が全部効くもんね。ただ素早さが盛りにくいからきついかなということで、まあ、これとりあえず行ってみましょう。回復入れましたよ、素直に。ちょっと適当に倒してみましょうか、倒してみましょうか。ちょっとまずはこいつ。舐めとっては集会パーティー、多分みんなそうだと思うんですけど、集会パーティー行ったら普通に全滅させられたので、2発ぐらいで倒れるんかなと、そんなことないよ。ダンビラなんか弱いだろうと思ったら強えもんね、普通に。手持ちの私武器があるんだったら常闇アウト、それからあのあれスーパーノヴァいいかな、なるかな。あのあれなんですよ、はぐれメタルは一応会心の意味で入れておきたい。そういう意味でアイシクルバースト意外に悪くないよなって、うん、思う。速さも漏れるしレンジャー入れれるしって思ったんですよね。ドルマ悪くないけど効かない相手もおるもんで、ただバトマスレンジャーやっぱ入れたいよね。速さ漏れて火力出せるから、魔法で行くよりこっちの方がいいんじゃないかなって。もうみんなあれだろうね、最初のさ、今回の12日までの一応前夜祭の方かチケットの方、だいたいみんな多分最初のトワイライトも、あの回復なかったらドルマ狙いで行くか、来週のまあしゃーないでメラにしとこうかなぐらいと思っとったと思うんですけど、これ絶対メラ効かなあかん状況ですよね、多分ね。いや、通りますよ。スケットさんとかの数字見てくださいよ。一番やりやすいですよ、あれ。メラがやりやすい。メラ全体がやりやすい。ドルマン、今みたいにこうやって何、全員聞きましたが、聞くときはいいんだけど、あの、対戦あるやつもあるもんで、全部が全部いけるわけじゃないんですよ。ってことは、これなんかあれかね、メラ全体魔法来るフラグとかかな。アイシクルバースト素直に、うん。速さも出せるしね。レンジャー装備させれる武器いいよ、やっぱり。だからそう考えるとスーパーノヴァでしょうね。
レンジャー装備できます、縛れます、素早さで漏れます、でメラ今回のこのなんだキラーマシーンの覚醒戦利用っていうんですかね、で効きますってなるとスーパーノヴァだよね。エンジン中のダメージは今のあれですかね、あのドルマ右のなんだ竜騎兵だったか竜騎士だったか、あの竜のやつあれに効かんかったですかね。メラ見とるとそんなことないですよ。ドルマとデインはあの効くのはいいんだけど効かんのはよろしくないですよね。そこの差が出とるんですよね。もうちょっと適当に倒しましょうか。でこれでちょっと待ってくださいね、今倒したところでちょっと一回倒して戻りますわ。倒し終わったらあの下にあのあれ宝珠か、あの個数が出るんかな確か。それを全部で1万個いるんだけど、クエストクリアすると1個もらえるから2000マイナス。で、残りの2000かける4つ、8000分いるってこと。アイシクルバーストイーストのヒャド。さあ、全部が全部効くってわけじゃないから、やっぱりだね、メラだよね。こいつはなんだこの野郎。早いんだってみんな。もうしゃあないし、回復入れた。あの、壺とかないときついもん、これ。で、これ、高確率で痺れさせてくるしさ。いや、きついよ、これ。10ボスぐらい、うん、舐めてかかったらやられるね。で単体でいっちゃあれだもんね、時間かかったら MP 枯れるとかあるから、全体本当に全体中高火力ぐらいのが欲しいですよね。だから何今回の最初のさ3回分のガチャのところで割と何て言うんだろう、単体高火力より全体ばっかりでしたが、なんか見とるとどっちかっていうかかなりですが、スーパーノヴァもそうだしエンジシもそうか。でドルマだって一応全体呪文だから使いやすいって使いやすいです。今回のなんかキラマシーのやつ、ただちょっとドルマ効かないアイテムおるですけど、今出ましたかね、宝珠のかけらがあって、でそれがね私全然わからなかったんですけどね、交換所行きまして、限定のこの覚醒戦利用でいいんですかね、読み方わかんないんですよ。ということでこれ行くとここに今左下のところで397個出てますが、これを要はあのなんだろう、キラーマシンマークのところ2000個ってありますが、あれかける4だから、あれが要はこの覚醒させるのに1個はクエスト報酬でいただいたんですよ。だから残り4つ分を自力で集めなあかんということを、そのキラーマシンのこのあれか、宝珠のなんて言えばいいんだろう、これ値分って言えばいいんかな、さっきの右下に出てましたけど、もう一回戦闘出した時に終わった時にちょっとうまく言えればいいかなと思いますけど、これが要はあれだもんね、今約400としてを、あと8000だから、どんなもん20倍と金土でこれ終わるんか、本日金曜日、土曜日、正式に言うと日曜日の3時か、終われるんかな、終われんことはないけど、これ結構張り付いてるからやっとらなあかんよこれ。でダダクサにこれ周回したら多分ダメだから、壺とかちゃんと言うんだろう、ちゃんとあるとこじゃないけど、下手に戦ったってこれ多分あの MP とか借りたら負けるからね。で一応自分の手持ち武器的にはこんな構成じゃないかなってことで、もうちょい適当にやっていきますわ。あ、お前はいい、お前はいい、お前くれんもん報酬見とったんですよ。メガモンも見たんですよ。メガモンもくれんかった。こいつらお金だけだもんね、お金のメダルだけもらえるから、まあ、そこはあのいただいていかなあかんけど、宝珠の方がもらえんから。金土、まあ別にあれだよね、週末だけ限定、別に今週だけじゃないけど、なんかあれだね、焦るよね。前もって言ってくれるとね、昨日からちょっと準備できたよね。前もって言わんところに行くたらしいよね。なんかキラーマシンのこういうの来ますとか言ってちょっと言ってくれやさ、なんか私前日にさこういうデッキだとかなんか言えるんだけどさ、ちょっと憎たらしいよね、言ってくれやね、準備できるのにね。言ったら言ったらお前言うわな、まあそんなこと言わんで当日でいいよとかでサプライズのがいいとか言ってね。でこれ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 ダンビラはあれですが、ドルマクタンスが、うん、シャドウ、あーでもそうだね、あいつに聞かんねえ、あの左手のクネクネマンに、あメラがほんと一番いいんすよね、見とっても思った、まんべんなく効く。それかやっぱ言った通り無属性のあのベタン、だから案外あのあれあいつあいつ四突のあの斧とかあります、グレートアックスとか、ああいうのでもダメかなと思うんですよね。ダメージ出せるんかな、ちょっと待って、ここで出ますよね。で魔物の群れをやっつけました、6510の経験値でございます、1053です、デッキのみ、デッカのみ9です、前菜メダル24で宝珠が8でしたかね、あれを要は貯めていくってことなんです。もうちょい行きましょうか。無属性、そうだな、グレートアックスは試してないんですけど、ベタもやったんですけど悪くはなかったですよ、まんべんなく1300ぐらいだったかな。だ突き抜けるダメージじゃないもんでちょっと弱いかなというところあるね。もう1500ぐらいあるといい。でスーパーノヴァ見とるとね、1500-1700ぐらいはあった、ほんとコンスタント強かったねあれね。でレンジャー多分やっぱ早いがね、いやそれでかいですよね。で縛れるしさ、こいつらも早いんですよ。
こう魔法色とか入れたら結構あれですよ、やられますよ。魔法戦士じゃないけど、このレンジャーアイスクルバーストですか。アイスクルバーストはどっちかというと魔法戦士よりの心がセッティングだから素早さも折りにくいですが。とか、やっぱあれだよな。スーパーノヴァだから純粋な、なんて言うんだろう。コーマ複合じゃなくて、物理の方のが多分やりやすいかなと思うんですね。やってみた感想で。これが完全な結果じゃないですけどね。ただ、イオナーズの3発構成とかじゃちょっと遅さとかあるし、根本的なダメージのところで稼げんとこがあった。こっちの方がやっぱ出せるし、物理の方がね、うん、で素早さも出せますわね、バトマスは。さ、MP がね、がっつり枯れる。うん。やっぱそんなこと言っとる余裕ないんでね。ルビスもやりました。全体でやって、単体でと思ったけど、全体がそんな強くないですよね。さすがに、あの、はぐれメタルの方が強いもんで、ルビス3本でやりましたけど、それだとちょっと物足りん。で、デインが全員技全部何接待されて効くわけじゃないから、あれがメラならいいんですけどね。メラ全体呪文欲しいね。いや、そうだね。でもやっぱスーパーノヴァやりやすいと思うよ。速さあって縛れるし、何遍も同じこと言いますけど、闇取って思いますもん。ダメージもほんとコンスタントに綺麗に出せるからさ、あれ4突とか持っとる人あれじゃないですか、いいと思うよ。ここ経験値要求もらえるもんね。ただここはもう経験値上げとかに、あの、何だ、引率して連れてくってことは、多分そういうゲートは難しい。これはもう私は、まあ、もうちょい試合もっとね、最適化パーティーとか皆さんいろいろ見つけて、多分ね、アップじゃないけど世に出ると思うんですけど、現状私こんな感じかな。手持ちの向き合わせても MP はもうかまっとらんよね。常闇は外したいかなと思うんですよね。スーパーの場があるのはしつこいでしょ。メラならね、メラ全体なら単体じゃあかんっすね。どれでも単体わかんねえ。うん、呪文で行きたいんだけど、速さがね、取られんすよね。そう、今のもやばかったけど、結構確率でしびれさせられるね。で、何、回復なしでも倒せんことないんですけど、連続戦闘になるとずーっと何、毎回毎回終わったたびに壺叩いたりとかしてなあかんすか。それこそ聖水使ったりとか、あのケチとかじゃなくて面倒くさいっていうの、時間効率考えるとやっぱ回復1枚入れといてっていう方が、だって心の状態でもうバトマス枯れてますがね。だ、これやっとるとね、あのドラゴンがおるもんで、あいつ入れとかなあかんすよ、会心役を一体。だって全部何、魔法構成とかで最初いい音やってたんですよ。ドラゴン出てきたら、あの、全滅させられたもんね。何もできんかったもん。杖で殴ったって会心でもね、ラッキーパンチでしか。まあでも本当にあれだね、こうやって家らしくじゃないけど、うまーコンテンツ考えてたよね。これ多分前々からね、撮ったんでしょうね。まあ、今回キラーマシーンがとりあえずね、工事の接待じゃないけど、どんなんだろう、覚醒して、めっちゃ多分ごつい、まあ、性能にはなると思うんですけど、今まで輝かんかった心っていうの、まあ昔栄光を放ったって言いますけど、キングスライムとかいますがね、あそら辺もだからね、もう一回来て、めっちゃ速くて会心のみたいな心になってくる、覚醒してっていう可能性とかなんかないかな。これで多分そういうの復活させていくんでしょうね。って勝手に想像したんですけど。キラーマシーンなんかほんとぴったりですよね。昔もね、集めるのも難しいじゃないけど、ね、持っとりゃ本当にどれでもオールマイティに使えて、火力あるし、防御あるし、体力あるし、コストそこまでいってめっちゃ高いわけじゃないし、走行して揃ってるの、素早さがまあ若干足りんとかありますが、耐性あるとかもあるし、悪くないとかめっちゃいいよなという存在がね、だんだんね、心が上書きされて、ちょっとね、火の目を、ちょっとじゃないですけど、かなりですけどね、ミンクなってたところで。メラなんかあれかね、呪文とか来るんかね、全体とか、バギーとかも臭いですしね、これでもうガチあれだよね。来週引かなあかんくなる状況じゃないですか。まあ、どっちにしろ私、メラ狙っとったで、狙っとったでもそこしか行くとこなかったんで、ということで、まあこんな感じでございますということで、一応現時点こんな風ですね。まあまあまあ、キャドは確かにレンジャー持たせるでやりやすいかなと思う。全員に聞くわけじゃないですけど、まあそれはあれだね、ドルマもデインも一緒だから、やっぱあれですよね。さっきも見た通りメラがやりやすいかなというの、もうほんと率直な感想。使ってみて、助っ人さんとか手持ちの武器とかやってみて、もうそのまま持った感じですね。無属性でやっぱのダメージが稼げんのですよね。4突持っとる人はどんな感じかちょっとわかんないですけど、だってこれ見てても完全メラだもんね。どう見てもメラだもんね。バギーだって全部が全部で通っとるってわけじゃないもんね。そこそこはいいですけどね。どっか感覚がなんかありますもんね、これね。絶対、あ、なんなと。イオだってそうだもんね。ドルマもそうだもんね。ジバリアだってそうだもんね。耐性ありますよ。あの、あれやりましたもん。あの、SP のやつありますよ、武器。あそこはね、見ましたもん。ギラでもそう。呪文でもやりましたもん。あ、いいよなーって思った反面、あれーっていうとこもあるから、やっぱあれだろうな。だってどう見てもメラついとるもんね。キラマシーンだけだもんね。でもキラマシーンなんかそんな出現率が高いわけじゃないから。まあ、ということでそんな感じで、なかなか面白いコンテンツでどうでしょう。日曜日までいけるかな。
できればちょっと無理くりにでも行って、なんかね、あの最後に1体倒してもらいましょうか。でも私が言っとる頃には多分誰かというか、もっともっと何人もクリアして世に出そうでしょうね、キラーマシンの性能は。バリゲーンがあんな心であんなって、あのいい意味でだったから、キラーマシンだって結構というか実話みたいなことになるでしょうね。一応これ今週は取れんでも、来週ぐらいは多分、ものすごい雑い言い方すると適当な周回しとっても、土日、金土って言った方がいい、金土日って言った方がいい、周回していて1日どんなもんだろう、500戦闘ぐらいずつ、今週は無理にしても来週もやっていけば、多分来週ぐらいには多分届くんじゃないですかね、宝珠、数字的に言うと。1回の戦闘でどうだろう、これ。6から12とかそんなもんぐらい、間取って8とか、めんどくさいから10とか、そんなもんぐらいもらえるんかなーって勝手にざっつい計算で持っとるんですけど、そうすると、10回戦闘して100、100回戦、そうだね、10回戦闘して、これ21か、10回戦闘して100、100回戦闘して1000。考えや、1000だからあれか、8000いるってことか。考えは別にあれだね。2週間ぐらいあれば本当に何、適当じゃないけど、やられないパーティーで行けば時間はかかるかもしれませんけど、来週ぐらいにたどり着けるんじゃないかなと思いますので、まあそんな感じで本日は、突如来たこのキラーマシンコンテンツ、まだ運営さんまだあるだろうね。第2弾とか第3弾とか考えとるんでしょうね。組手とかでは今回あったんですよね、さすがにね。上級者向けだね、これはね。本当に全体の突武器をまんべんなく持っとる人だろうね。どっか一個でも穴があるとね、今回はメラが接待されたけど、次はドルマとかなんかありますしね、そこで穴の武器があるとね、ある程度本当にまんべんなく2本ずつぐらい持っとると、割とやりやすいんじゃないかなという印象ですよね、これはね。昨日、今日とか初めていきなりっていうのは難しいですよね、課金してもね。ほんと逆にあれだよね、1年半とか2年とかやっとって、無課金でもコツコツ毎週マイレージとか引いてきた人の方が多分あれだよね、品揃えが多分多いと思うんですよね、多分ね。まあ、そんな感じでございましたので、なかなかあれだね、やることないなと思ったら、実は結構あれだね、めんどくさいじゃないけどね、いい意味でめんどくさいやること多いですよね。お金だけ貯めるだけのなんか前夜祭かなと思いましたけど、このお金をね、散財しないようにね、本祭になった時なんかお金いるようなコンテンツぶち込んでくるでしょうね。そんな読みが見えますよね。メラーだってこうやってね、来週ガチャ引かせようという運営さんの悪意がね、見えましたということで。まあそんな感じでございましたということで、毎日楽しみにおりますよって、暑いでございますということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。